はいどうも情熱組です。こう今日はね、あちょごめんちょマイク奪っちゃった。今日は、三重県から、ここ岐阜市、大垣駅のこの元気はつらつ市まで、呼んでいただきました。それでは皆さん、情熱コールよろしくお願いします。せーの、情熱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 、はい、みんなみんな手振って手振って手振って、ほら三重県から来ました情熱組です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、暖かい、皆さん本当に暖かい。僕今日ですごくここが好きになりました。日本で一番元気はつらつ市が好き、情熱組です。今日は大きな手拍子よろしくお願いします。はい、改めまして情熱組の森です。一生懸命踊りますんで、応援よろしくお願いします。このね大舞台に立たせていただいて本当にありがとうございます。さあそれではおじさん、おじさん、はい、前行こうか。もう人前に出るのがさっきのセンスでもうだいぶ恥ずかしくて恥ずかしくて。前行こうか。どこ、こちら前行って大丈夫ですか。はい、さあ頑張るよ。今からちょっと三重の風を感じてもらうよ。お母さん衣装どう。その前にね、一人で岐阜満喫してますから ね、もう本当にもう満足して多分今日ぽっくりちゃうと思いますけど、いろいろお世話になりました。喋る、噛むぜ、喋らない方がいいよ。はい、さあ行くよ、行ってみよう。それでは行きます。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、情熱温度それ、会いましょう。Yeah!
はい、じゃあカールは。はい、今日は本当に呼んでくださってありがとうございました。三重県でいつもやってるやつを、会場のお客さんとね一緒に最後やって大きな拍手もらって帰らんと僕らも三重県帰らないんで、大きな拍手もらいたいと思って一個ちょっと考えてきたんで、僕が1本打ってって言ったら皆さん1回パン、2本打ってって言ったら2回パンパン、3本目打ってって言ったら3回、最後大きな拍手で大きな拍手をください。それではいきます。情熱組もみんな行くよ、せーの、1本打って2本目打って3本打ったら大きな拍手、ありがとうございました。三重の風感じれましたか。僕たちが情熱組でした。はい、最初から最後のやかましい MC 申し訳ないでした。これにて、終了します。ありがとうございました。